皆さん、こんにちは。ST マイクロエレクトロニクス株式会社システムソリューションラボの山田康弘です。よろしくお願いいたします。この度は、汎用マイコンでゼロから作る高性能モーター制御システムのウェビナーをご覧いただき、誠にありがとうございます。それでは、早速始めていきます。ウェビナーの概要になります。目的は、ベクトル制御を用いたブラシレス DC モーター制御の開発方法の解説になります。対象の方は、初めて高性能モーター制御を開発される方、また、汎用マイコンでベクトル制御の開発を検討される方になります。キーワードとしましては、モーター制御開発、ベクトル制御、汎用マイコン、開発キットになります。アジェンダです。セッション1では、モーターの分類とシステムです。セッション2では、ベクトル制御の理論とそのアドバンテージについて解説します。セッション3では、ハードウェアからソフトウェアまで充実したモーター開発エコシステムのご紹介です。セッション4では、モーター制御にさらなる革新をもたらす最新半導体製品のご紹介です。セッション1、モーターの分類とシステムです。電気的モーターの分類になります。右側のツリーズがモーターの分類を表したものです。そして、モーター分類の色分けは、水色の枠が演算量が少なく、デバイスが基本的な AD コンバーターと PWM で構成できるものです。紺色の枠は制御が複雑で演算量も多くなり、デバイスにも3層タイマーと同期した AD コンバーターが求められる分類になります。黄色い枠は ST の汎用マイコンのソリューションが対応している分類になります。そして、 ST のモーターコントロールソフトウェア開発キットは、同期モーターの中の PMSM 3層永久磁石同期モーターとブラッシュレス DC モーターに対応しております。特に、このウェビナーでは3層永久磁石同期モーターのベクトル制御にフォーカスします。 PMSM と BLDC モーターの概要になります。まず、 PMSM です。ステーターは3層のコイルになります。ローターには永久磁石を格納し、永久磁石をローターの表面に格納した SNPS と、ローターの内部に格納した IPM に分類されます。ステーターの0次周波数は、ローターの電気的速度に同期する必要があります。回転運動では、モーターの各層に右の図のような正弦波状の逆起電力、バック EMF を発生させます。駆動方法としては、正弦波状の送電流により最高のパフォーマンスを発揮します。続いて、 BLDC モーターになります。基本的には PMSM と類似しています。回転運動では、右の図のような矩形波状の逆起電力を発生します。駆動方法としては、矩形波状の電流により最高のパフォーマンスを発揮します。続いて、モーター市場の傾向として、バッテリー搭載 DC モーターのアプリケーション増加について紹介します。まず、 DC モーターはブラシ付きからブラシレスに移行しています。また、コード付きからコードレスにも移行しております。これらの傾向により、搭載される半導体製品の数が増加しています。また、搭載するバッテリーの大容量化に伴い、高出力、高電力化の傾向もあります。パワーツールやハンディの掃除機などです。そして、それに伴い、高性能な半導体製品の需要が増えています。さらに、
新しいアプリケーションが登場してきています。電動バイクやドローンなどです。それに伴い半導体製品の需要も増えています。このような市場の後押しもあり、半導体メーカーはモーター向け製品の開発を積極的に進めていて、近年革新的な半導体製品がリリースされております。セッション2、ベクトル制御とはです。ベクトル制御の概要になります。ベクトル制御は誘導機の二次時速鎖交ベクトルを一次側から制御することから、英語でフィールドオリエンティッドコントロールと呼ばれています。モーターは3層の電流をモニターし、 DQ 座標系の電流パラメータ変換、クラーク、パークを行います。そして機体の電流値になるようにフィードバック制御をかけ、出力する PWM のデューティーを調整します。ステーターの磁界ベクトルはローターの磁界ベクトルに対して90度を維持するように制御します。続いてベクトル制御のアドバンテージになります。まず低速から高速までの過渡動作時でも高いエネルギー効率を達成することができることです。また負荷変動に対して応答性が高い速度制御が可能な点です。そしてトルクと時速がともに独立した制御ができます。さらに右の波形の比較の通り、モーター駆動電流が制限波のためアコースティックノイズが低減できて静音性が高いことです。最後に動的な電気的ブレーキをかけれること、回生エネルギーを回収できることが挙げられます。このようなアドバンテージからベクトル制御の導入が進んでいます。セッション3、ハードウェアからソフトウェアまで充実したモーター開発エコシステムのご紹介になります。 ST が提供するベクトル制御用モーター制御開発エコシステムです。開発エコシステムはユーザーの開発を促進するため5つの技術要素で構成されています。左からモーター制御を担う汎用マイコン半導体製品の提供になります。続いて右側の駆動部を担うパワーモジュールとディスクリート半導体製品の提供になります。下に行っていただき、豊富な開発ボードになります。マイコン搭載の制御ボードからディスクリート搭載のパワーボードまで各種揃っています。中央はベクトル制御などのアルゴリズムのファームウェアライブラリーになります。そして最後にソフトウェア開発キットのモーターワークベンチです。 ST のエコシステムを用いたモーター制御開発の6つのフローになります。まずはモーターとボードのハードウェアのセットアップです。ボードは ST の評価ボードでも、ご準備されたカスタムボードでも、そのどちらとも対応しております。そしてモーターの電気的・機械的パラメータの抽出になります。ここで便利なツールとしてワークベンチにも入っているモータープロファイラーを使えば、短時間に自動でパラメータを抽出することが可能です。続いてモーターワークベンチを用いたシステム設定です。モーター制御の仕様を入力していただき、システム構築をしていきます。それからプロジェクト設定です。 CubeMX でマイコンのコンフィグレーションを行い、 IDE でファームウェアのコンパイルとマイコンへのダウンロードを行います。そして実際のモーターを駆動してのチューニングになります。この際モーターワークベンチは状態モニターやスムーズなパラメータ変更に役立ちます。このような手順を踏んで実際の試作開発に入ることにより、初めから完成度が高い試作品を作ることができます。続いて
モーター制御用評価基板のご紹介です。 ST では用途に合わせていろいろな種類のボードを準備しています。まずは制御ボードとパワーボードが分かれていて、モーターに合った最適な組み合わせにしていただけるものです。次にインバーター一体型評価ボードになります。このボードはより実仕様に近いものになり、部品点数やサイズの推定や発熱やノイズなどの問題の検証にも役立ちます。最後にモーター制御キットです。これは制御ボードとパワーボードに加え、モーターまでついたオールインワンのキットです。これだけあればすぐにモーターを回すことが可能になります。 STM32 のモータープロファイラーの特徴です。この特徴は電気的・機械的パラメーターの自動測定が可能なことです。またベクトル制御の電流レギュレーションとセンサレスアルゴリズムのセットアップが可能です。モーターと ST の評価ボードをご準備いただくだけで、追加のハードウェアおよび設備が不要で、1分以内でモーターを始動することができます。推定されたパラメーターはモーターワークベンチで使えます。ユーザーの方がご準備いただくパラメーターはモーターの極追数だけです。次にモーターワークベンチ GUI の紹介です。この GUI はモーター制御用 STM32 ソフトウェアライブラリーを設定するための専用 PC ソフトウェアです。 ST マイクロエレクトロニクスのウェブサイトから無料でダウンロードできます。使い方の流れとしては、ニュープロジェクトを選択していただき、モーターの種類と ST の評価ボードまたはユーザーカスタムボードの情報を入力します。そうすると右のメイン画面が出てきますので、そこでモーター制御の仕様を入力していただくことになります。次にモーター駆動のチューニングになります。プロジェクト作成後、ファームウェアのコンパイルとダウンロードをすると、実際のモーター動作検証に入ります。 GUI でモニターのスライドを選択すると右のようなベーシック画面が出てきます。この画面でモーターのスタートとストップ、それからリアルタイムでのスピード、パワー、バス電圧、温度、ホルトステータスが確認できます。またモーターのスピードをプロットすることもでき、モーターの起動時間や速度の応答性などを確認することもできます。最後にオンラインツールの STMC スイートのご紹介です。これは ST の汎用マイコンエコシステムのモーター制御リソースに簡単にアクセス可能なサイトです。その他にも ST が開催するイベント、セミナーのお知らせや最新のリリースニュースが掲載されています。セッション4、モーター制御にさらなる革新をもたらす最新半導体製品のご紹介です。まずは拡大し続ける 32bit 汎用マイコン STM32 のポートフォリオのご紹介になります。STM32 ファミリーはすべて ARM の Cortex Core を搭載した製品となっておりまして、現在18シリーズのラインナップがございます。コアの種類としましては、マイコンでは Cortex M0 から Cortex M7 まで、プロセッサーでは Cortex A7 を搭載した製品がございます。STM32 マイコンは現在、ハイパフォーマンス、メインストリーム、超低消費電力、ワイヤレスの4つのカテゴリーの製品展開を進めております。モーター制御に最適なシリーズは、メインストリームマイコンのアナログ機能が強化された STM32G4G0 シリーズになります。ST では、お客様への安心として、STM32 ファミリーのすべての製品において、毎年1月に10年を数える起算日が更新される10年長期保証をお約束しております。
モーター制御アプリケーションに最適な STM32G4 シリーズです。まずコアは ARM Cortex M4 170MHz で、ベンチマークでは213ドライストンミップス550コアマークを達成しています。一番の特徴が統合されたアナログデジタル機能を搭載していることです。オペアンプ、コンパレーター、タック、12ビット AD コンバーターを搭載しております。さらに PWM でのモーター制御に適した高機能高分解のタイマーを持っております。また機能安全とセキュリティも強化していて、デュアルバンクフラッシュやセキュリティ保護可能なメモリーエリアなどもあります。そしてポートフォリオとして既存の STM32F3 シリーズのポートフォリオを保管していることや、幅広いピン数のパッケージラインナップ、マイナス40度から85度または125度までの動作温度、選べるフラッシュメモリー容量を準備しております。続きまして、3層ブラッシュレス DC モーター制御のための統合ソリューション、マイコン内蔵モーターコントローラー ST-SPIN32G4 の紹介です。この IC はモーター制御に適したマイコン STM32G431 と3層ゲートドライバーをワンチップにしたソリューションです。3層ゲートドライバーは動作電圧範囲が 5.5V から 75V、 ゲート駆動電流が 1A になっています。また出力電圧設定可能な DC-DC コンバータ 3.1V LDO を内蔵しており、電源関連の周辺部品を削減することができます。さらにパッケージは小型 QFN9×9mm と基板の小スペース化に貢献します。3層ブラッシュレス DC モーター制御のための統合ソリューション ST-SPIN32F0 ファミリーになります。先ほどのST-SPIN32G4 同様にマイコンと3層ゲートドライバーがワンチップ化された製品になります。モーターの用途によって使い分けるため、ゲートドライバーの耐圧を 45V、250V、600V の3種類準備しています。そのため対象アプリケーションが幅広く、コンプレッサー、ポンプ、ファン、電動工具、掃除機、産業オートメーション、家電、ドローンなどになります。小型 QFN パッケージでシステムを小スペース化、3層ゲートドライバー ST ドライブ101のご紹介になります。基本仕様としては、動作電圧範囲が 5V から 75V、ゲート駆動電流が 600mAになります。そして、12V の LDO やブートストラップダイオード像を内蔵しております。また、調整可能なデッドタイム、短い電波遅延、各種保護と機能も充実しております。パッケージが超小型 QFN4×4mm のため、基板の小スペース化に貢献します。続いて、パワー部のディスクリート半導体製品のご紹介になります。まずはトレンチゲートフィールドストップ技術の IGBT シリーズです。シリーズの耐圧は600-650V と 1200-1250V になり、それぞれ幅広い駆動電流をラインナップしています。ST の IGBT の特徴としまして、高いスイッチング周波数まで対応していることが挙げられます。また、対応するアプリケーションによってシリーズが分かれていますので、用途に合った IGBT を選択いただけます。続いて、
スーパージャンクション技術搭載の高耐圧 MOSFET シリーズです。ST はスイッチング効率を高めるための低い音抵抗と少ない規制容量の高い技術を持っています。耐圧は 600V から 1700V まであり、用途によって製品シリーズが分類されています。モーター向けにはファーストリカバリーダイオードタイプの DM6 と DM2 が適しています。最後にパワー部のパワーモジュールの紹介になります。アプリケーションの電力によって2種類のパワーモジュールを用意しています。3kW までは3層ゲートドライバーと6個のディスクリートで構成されるスリムインテリジェントパワーモジュール、いわゆる IPM です。また、5kW 以上は6個のディスクリートと周辺部品で構成されるACE パックパワーモジュールになります。まず、SLIM IPM はデバイスを IGBT と MOS から選択可能で、幅広い駆動電流の製品群を持っています。また、ACE パックパワーモジュールはデバイスを SIC MOSFET、IGBT、MOSFET を選択可能で、コンパクトで拡張性の高いパッケージが特徴です。長時間ウェビナーをご覧いただきありがとうございました。ST ではモーター制御システムの開発に役立つ様々なソリューションを多数提供しています。詳細については ST のウェブサイトも含めご参照ください。どうもありがとうございました。